去年1月金剛がロスインゴに負けて俺はもうずっと悔しかったよ。その思いをずっと持って去年リングに上がっていた。その思いを晴らすために俺たちがロスインゴに喧嘩を売ってあいつらを倒してやるため、新日本を倒してやるために俺たちは行動に出たんだよ。この行動を出たからには金剛がロスインゴを必ずぶち殺してやる。負けは認めるよ。そしてノアが負け越してる、その負けも認めないといけないと思う。だが強さでおいてはほんのわずかな差しかないと俺は思ったな。何が足りない？それは確実に団体力の差だなと俺は感じた。この団体力を俺たちノアはつけていって、去年1年あいつらを倒そうと思って突き進んで力をつけてきたぞ。この1年の俺たちの這い上がってきた力、それを今年のヨカマリナで見せつけてやりたいと思っている。こう一人選手がいると、そしたらその周りを囲んでる奴らの力がすごいなと思ったね。新日本プロレスのファン、その力も大きいし、もうマスコミもそうだよな。やはり新日本は金を生むと思ってるんだよ。だからマスコミもやはり新日本の肩を持つような、それもちろんファンもマスコミもそうだ、会社もそうだ、ああ周りを囲む社員もそうだよ、社員の質もそうだよ、そういう部分をひっくるめて団体力だよ。ただ一つここにいる個人のレスラー、その実力はそうは変わんないよ。だからリング上立てばこの勝負だよ、この勝負だよ。だからな、1対1タイマン勝負じゃ俺は内藤哲也を倒せると全く変わってない。この序列の距離もまだ変わってないんだよ。もう短くもなってないし、長くもなってない、遠くもなってない。この距離をまずは縮めることからスタート切らないといけないだろう。その上で序列を変える、まずこの第一歩切りたいなって俺は思ってる。だから今度の横浜アリーナ、俺たち金剛がロスインゴを倒して勝ち越して、いや全勝で序列を変えるスタートを切りたいなって僕は心の中で思っている。作り上げるのがうまいなと思った。プロレスは俺はもう戦いだと思ってる、もう強いものが正義だと思ってる。でも新日本は強いものが正義以上に他のプロレスというジャンルを作り上げてるなって俺は感じたね。何か一試合を作り上げる、もうその空間を作り上げる能力に長けてるなと思った。あれは悔しかったな。これがあいつらの今後に対するおもてなしなのかなと感じて、この差こそやはり団体力だろう。もう今年も俺たちが喧嘩売ってあいつらを正直言えばノアのリングに上げたかった。でも結果どうだ、俺たちがまた新日本のリングに行くことになってるな。これがやはり序列が変わってない証拠だろう。これが団体の力なんだろうな。やはり今のままでは俺たちがあいつらを呼ぶ
力がない、そういうことだろう。俺たちがあいつらをノアにあげる、その目標も実現しないといけない。俺たちがロスインゴをおもてなししてあげるよ。今度からはもう完成されてるよね、もう完成されてるから、多分この先の刺激は生み出せないと思う。なので去年見てみろよ、何が変わったんだあいつら。何も変わってねえだろ。なんか一人臨時で一人加わったぐらいでしょ、メキシカンの。完成されてるから、見てても去年も一昨年もずっと一緒だなって俺は感じるね。その点今後はまだまだ未完成だ。この未完成を見てた方が絶対に刺激があると俺はあいつらを去年戦って思ったね。去年負けて今年は1対1台湾勝負か。これでも負けたら俺たち序列を変えるとかそんなこと言えねえぐらいのところに来てると思うよ。もう俺は崖っぷち、そこで戦ってる。でも火事場のバカ力って言うじゃん、そういう追い込まれた時こそ 120% の力出せる。もう倒すしかないでしょ、あいつらを倒すしかない。武藤刑事以外では日本のプロレス界で一番影響力のある選手だと思う。岡田和司でも田中宏でもないだろう。俺は一番影響力を持ってるのは内藤哲也だと思う。だから俺があいつの首を狙ってんだ。あいつを倒して俺が影響力ある一番のレスラーになってやろうと思ってる。去年の悔しさは1年間ずっと心に入れてたぞ。この悔しさで俺はてめえらに喧嘩を売りに行った、この1年の思い。そしてずっとナンバーワンを走ってる新日本プロレスへの思い、ノアがこの序列を変えないといけない、そういう思い全てを込めててめえを横浜アリーナで沈めてやる。今のプロレス界の縮図を見ると内藤哲也俺たちよりだいぶ前に走ってる。そしてロスインゴのメンバーも俺たちより前を走ってる。そんなん全員気になるに決まってるだろ。前を走っているレスラー、そいつらを倒して俺が目の前、いやずっと先を走んないといけない。あの全員気になるよ、新日本のレスラー全員気になるよ。俺たちをより前を走ってるレスラー全員気になる、それだけだろ。まあ、今は ワールドカップもアベマ、ボクシングで世界タイトルマッチも地上波じゃない。転換期が来てるんでしょ、スポーツ観戦の転換期。タケル天心がペーパービューでものすごい数字を叩き出した。
すごいことだと思う。でもプロレスの力を見せないといけないでしょ。プロレスはもともと地上波のテレビ、その基礎を作ったと思う。いろんな大勢集めて街頭テレビ群がってるな、うん、テレビが始まったのはプロレス、俺はそう思ってるよ。そして今地上波じゃなく、もういろんなサブスク、そういうアベマいろいろあるだろ、そこに移り変わる時代が来たんだと俺は思う。転換期だよ。その中でサッカーに負けていいのか、キックボクシングに負けていいのか。テレビを作ったプロレスがサッカーやキックボクシングに負けたらダメだと俺は思ってる。ペーパービュー時代を作るのもプロレスだ。俺たちがペーパービュー時代の基礎を作ってやる、その思いだ。